しゃべりな靴だ。いや、デザインのこと聞いてんだけど。よくしゃべります。いや、デザインのことを聞いているんですけども、かっこいい、かわいい、そうだよね。うわ、とても光っております。呪われそう。呪われない、大丈夫だよ。あの家紋みたいな感じで思ってもらったらかっこいいんじゃないかな、じゃないかな。特殊すぎる。こんな感じです。いいもの見た。このヒラヒラしてるね、紐巻き、あ、お、お、あ、ふぅー、ふぅー、なんかついてますな、すでに。弁慶の泣きどころ、やられても大丈夫。こんな感じでハートになっております。うん、渡目の足はね、ちょっとムチムチって言われとるんだけど、手錠が足についてますよ。ふくらはぎリング、なんで手錠が足についてんだ。なんか悪いことしちゃったのかな、この足。そう、実はハートになっております。内側もハートになっております。うん、揉み応えがありそうだ。食べる気だろそれ、分かってんだから。まあ、お手入れしてますからね。ね、つみやつや。お、やっとパンツが見えてきたんじゃない。ズボン行くか。そう、つるすべ肌よ、ちゃんと。おお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 、あ、ううううう、う、あ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 、わあ、おパンツ。お、おパンツきちゃん。おお、これもすごいね。ここのシワとかすごいね。ねえ、すごいな。なぞるな、なぞるな。すごいな。後ろ向いて。いいよ。そう、ここにもね、なんか、ボタンがついております。ポケットもあります。お、指輪もいいね。え、見てくれる？なんと、ネイルも塗っております。指輪もしております。時計かと思いきや腕時計ではないものをつけております。このポケット、何も入らんって。確かにちょっとちっちゃいよね。あと多分パツパツだからね。あんま入んないね。お財布とか入んないわ。ね、時計かと思ったけど、なんかキラキラなものが、宝石、ジュエリーが入っとるのかな。うわー、小銭用ポケット。まあそう、小銭ぐらいなら入るかも。うわー、小指うっ血してない。してないよ、光の加減だよ。うっ血してない、無理してはめてないよ。大丈夫、サイズ合ってるから。お、お、逆も見せようか。ちょっと違うんですよ、これ指輪。あと腕輪もちょっと違うの、実は。こっちはね、ベルトみたいになってるね。ここ、そう、違うんですよ。指輪もね、こんなおしゃれなリングを、非対称アシンメトリー。そうなの、左手小指か。こっちは中指小指です。
ね、やっぱこれゆっくり見せないとわかんないよね。尻尾はここから出てます。穴が開いてます。尻尾穴見える？ここにね、尻尾穴がねちゃんとある。尻尾あります。おお、ベルトラインから尻尾ベルト締められない、だからこんなくちくちになってんだよ。ストレッチパンツみたいになってる。秘宝です。ベルトは締められません、尻尾のせいで。はめるタイプの朝ここもはめられます。ここにもねボタンがついてるから、これで調整できるタイプだと思う。そう、ゴムゴムのズボン。そう、あのおケツのね、わたみは気づいてしまったんだ。自分のケツちょっと一緒に検証したい。これスバルちゃんの新衣装 3D と同じ検証なんじゃないかなって思って。行くよ。ピンクのねベルト紐がリードかな。あ、わためこれで引っ張られるんだ。お散歩リードだったんだこれ。あ、そういう紐だったんだ。ボタンちゃんとかに捕まっちゃった時のやつなんだ。おい、わため行くぞ、キッチンスタジオ行くぞ。おう、わためキッチンスタジオ行くぞ。行きたくないんだけど。あ、引っ張られる。結んであるしな、出荷よ。恐ろしいな、そういうための紐だったんだ。怖いね。でこれ見て、これ見て、ベルト見て、かっこいい。さっきの家紋が、この質感もすごい、超重厚なベルト、イカチーズ、かっこいい。ここにねベルトつけらんないから、こっちにつけてます。ね、角が巻いてる仮面ライダーみたい。ここにさ、なんかこのハート型のカードかなんかをさ差し込んでさ、チュイン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 。おう、わためセットアップ OK、 変身ギュルルルルルルルってなるんだいや、いいな、フォームチェンジしたいんだな。シャバドビタッチ変身、シャバドビタッチ変身。いや、かっこいいね。ここにもね、わための髪飾りも入っていたり。すごいぜ。じゃらじゃらだぜ。すごい、巻いてるぜ。ちゃんと巻いてるぜ。すごい。まあでも変身ベルトはね、誰もが憧れるもんだからな。ここにも引っ張れる紐あるわ。ちょっと短いけど。前からも後ろからも引っ張れます。連行しやすそうなね。二重リングもいいね。ねえ、かっこいいよね。結構太いベルトでかっこいいね。引っ張りだこだね。ね、モテモテの理由これかな。でちゃんと下にもね黒いのを。いや、これね、おへそは鉄壁だったわ。おへそは見れなかった。
秘宝です。どっから見ても見れなかった。おその変装が動画すごい。わあ、あつすごいな大丈夫かな、え、大丈夫かな。わための色気に YouTube くん耐えられないんじゃないか。大丈夫かな。でけえ、わお、変圧がなんかね、チャックついてんだよ。これ何のマークなんだろう。なんだろうね、カモメかな、それともなんか木の芽かな。ここはちょっと風味ママにしかわからないかもしれない。これなんだろうね、音符アップしよう。あすごいうわすごい、なんじゃおら角度によってはすでかっ、でかすぎんだろ。何のマークだろうね。大丈夫、怒られないかな。でもちゃんと服着てるしな。この配信大丈夫かねえ。まあでも服着てるけどね、黒くなっていくんだよね。その途中経過みたいな色してる。一品買いえ。最強装備です。これ手あげるか。うわうわうわ。この筋がいいんだよな。ワキペっちゅうのは。ここのラインが美しいんだよね。素晴らしいよね。お、これがワキパイ、ワキパイの美学。ポーン、ワキパイとは。ここ筋がね、いやでもなんかこだわり感じるわ。ありがてー、こだわりのワキペです。開いたらアップでビビった。ごめんね、ごめんね。自慢の一品を見せつけて。もう背中がすごいよね、ここね。すごいね。すげえぞ。髪も動いてます。ね、背中もきれい。あ、チョーカーもロックな感じでいいです。助かる、誘導助かる。そのチョーカー見てほしい、これなんか一気に色気はなくなった、顔が見えるとこのチョーカーかっこいいでしょ。これもあの靴にもあったし、ベルトにもあった模様ですね。カモンみたいな。おお、超かっこいい。これグッズとかに出したいよね。でもチョーカーってみんなつけないかな。チョーカーとかつけないか。かっこいいと思うけどな。まあネックレスぐらいか。そうだよね、つけちゃくなってないはずなんだけど、お洋服とかそういうのはね、予防出してますよ。これうなじはね、髪全体と一緒に見た方がね、多分いいと思うわ、うん、いいと思う。お顔いくか。お顔はひこ、はいちょっと遠い